イデオンは、伝説巨人イデオンに登場する超巨大兵器。第6文明人が建造し、地球人によって発掘された巨大ロボットである。なんだ、一体このメカは、このロボットは。立った。イデオンって。私たち、何をしたの？けど、あれは、巨人。イデオンの開発。地球人が発掘した人型の巨大兵器で、異星人であるバッフクランは、イデの巨人と呼ぶ。地球の移民団の科学長によって、ソロ星の第一発掘現場で発見された遺跡を復元、改造したものである。イデオンという名前は、イデオンの母艦、ソロシップに搭載されていたコンピューターに残る第六文明人の言語で、唯一判読可能な、イデオンが由来となった。イデオンは、イデオナイトと呼ばれる特殊な金属によって構成され、無限力イデと呼ばれるエネルギーによって駆動する。イデオナイトは分子単位のコンピューターを内蔵しており、そこに人の意思を封じ込め、エネルギーに転化させる特殊な力場を発生させる機能を持つ金属素材。つまりイデオナイトとは、人の意思を無限のエネルギーへと変えるイデシステムそのものである。純度の高い粒子に馴染んでいるあの光るものが、イデオンやソロシップを作っている金属の秘密ね。イデそのものというわけか。なお、イデオンの原動力にもなっている無限力イデに関しては、別動画の無限力イデとはをご覧ください。ちなみにこのようなイデの力は、自由自在に発動できるほど地球人には理解できていなかった。ただし機械としての構造そのものは、地球人にもある程度理解可能で、第6文明人と地球人の技術的な発想そのものは、それほど違っているわけではないと思える。イデオンの頭部の人間でいう、目に当たる部分のバイザー上の表示部分には、稼働状況に応じたサインが現れる仕組み。通常は操作線上の一定パターンだが、まれに図形が現れたり、中心部が強く輝いたり、不規則なパターンで激しく明滅していた。機体内部に設置されたゲージは、イデオンの装甲材と同じくイデオナイトでできており、パワーの上昇とともに輝きを増していく仕組み。また、子供が乗らないと動かせない、さらには、イデオンに乗る人間の年齢が低いほどイデのゲージが輝くということが、後に明らかになっている。イデオンにとってのメインコントロール回線であるこのゲージに、地球人は地球製のコクピットを割り込ませてサブコントロールシステムとした。イデオンのマシンとしての仕組みは、A メカ、B メカ、C メカの3台のメカからなり、これらが合体して一つの巨大なロボットとなる。合体にはイデの力の発動が関わっているため、状況によっては合体が不可能となり、分離状態で戦闘を強いられることもあった。ABC、各メカのコクピットの作りは共通となっており、コクピットコンソールなどは地球人が増設したものである。これでニューロピアまで逃げる。このパネルもコントロールシステムも私たちがつけたもので、まだ動きゃいい。コクピットの巨大さから、第6文明人の体躯が人類よりも巨大であったことが想像できた。そのため、コクピットはかなりの大きさがあり、各メカごとに3人分の専用座席を設置できるほどの広さ、さらに数人が入れるだけのゆとりを持つ。なお、コクピットシートは地球人の大きさに合ったものが取り付けられることとなった。地球人より設置された座席にはシートベルトがなく、たびたびパイロットが座席から投げ出されるシーンが確認できる。10面ものモニターがあるため、各コクピットからもかなりの視界を確保可能。各機のコクピットや砲座は、地球人が設置した起動式カート、ムビオラで結ばれ、巨大な機体内部を迅速に移動可能となっている。ムビオラは水平移動のみならず、通路を上下移動することもできるため、イデオン直立時の移動も可能である。実際イデオンの設定に関しては、イデオンの内部使いの設定を見ると、かなり細かく設定されていることがわかる。武装ははじめ、巨
巨大な手足によるパンチやキックなどの質量攻撃が主であった。その後、地球人によってイデオン内の空きスペースに地球製の火器を取り付けるなどして武装を強化している。またイデオンには強力なバリア機能が備わっていた。イデオンのバリアは顆粒子ビームに影響するビームバリアなどとは異なり、ミサイルも弾き飛ばす圧倒的なエネルギーを放出する。また合体時などに展開される敵の攻撃を防ぐオールレンジバリアの他に透明なバリアも存在した。これは完全ではないものの、潜在的に生命体を保護、加速や慣性、衝撃を軽減する働きをしており、バッフクランによる脳細胞を破壊するゲル結界もこれによって威力が弱められていた。ただしこのバリアはイデの力の強弱に大きく影響されるという弱点も持っている。ちなみにイデオンの機体強度自体は重機動メカの攻撃で破壊される程度のため、イデとバリアの発現がイデオンの防御力の要となっていると言っても過言ではない。この巨人のバリアはすごい、落ちなかったわけだ。イデオンの分離合体機構。前述でも紹介したが、イデオンは A メカ、B メカ、C メカの3台のメカからなり、これらが合体して一つの巨大なロボットとなる仕組みとなっている。 A メカの役割。合体時にはイデオンの頭部、肩部、腕部を担うメカ。 A メカの基本形態はキャタピラ式の装甲車ソルアンバー。主武装はグレンキャノンで、ミサイルポッドを機体各所26機装備している。イデオデルタと呼ばれる汎用重戦闘機型にも変形可能。地球連合軍、バッフクラン軍を通して最強の汎用戦闘機といえるほどの性能を誇った。 B メカの役割。合体時にはイデオンの胸部、腹部を担うメカ。B メカの基本形態は装甲車タイプのソルバニアー。地上では最大45度までの投板力を持ち、時速160キロで走行可能、もちろん飛行もできる。イデオノバと呼ばれる汎用重戦車にも変形可能。戦闘力が上昇し、飛行性能も高いが、他の2機に比べると空戦性能は下がる模様。本機は最初のメインパイロットであるジョーダン・ベス以外が必ず戦死したことから、一部ではイデの呪いのかかったメカと揶揄されていた。 C メカの役割。合体時にはイデオンの腰部、脚部を担うメカ。 C メカの基本形態は装甲車タイプのソルコンバー。3種類のメカの中では最大の大きさを誇る。イデオバスタと呼ばれる汎用重戦闘爆撃機にも変形可能。地球連合軍、バッフクラン軍を通して最強の汎用戦闘爆撃機である。イデオンの武装。グレンキャノン。ソロ星駐留軍の手によって取り付けられたビーム砲。発射には専用車種が必要である。各メカに数門ずつ設置されているが、合体後に使用したのは主に腹部のドームが開いて現れるグレンキャノンであった。なお、イデがノーマルエンジンのパワーを潜在的に高めていたため、戦艦の主砲に匹敵するほどの威力を発揮している。ミサイルランチャー。ソロ星駐留軍の手によってイデオンに取り付けられたミサイルランチャー。イデオン内部にはかなりの空間があったため、最終的には549機、1万6000発ものミサイルが搭載された。当初は発射に専用車種が必要であったが、終盤は完全にコクピットから発射のコントロールが可能となっている。また、前身のミサイルランチャーから一斉にミサイルを連続発射する攻撃は、まさに圧倒的な破壊力を見せた。よし、行くぞ、ミサイル一斉発射。イデオンソード。イデオンの両腕から放たれるビームの剣。正確には手首に左右各8個、計16個あるノズルから白色に輝くビームを発射する。
当初はバッフクランの戦艦を撃沈させるほどの威力であったが、イデの力が高まるにつれてその威力は徐々にエスカレートしていった。最終的には彗星や惑星を両断するほどの恐るべき威力を見せる。イデオンガン、別名波動ガンとも、全長 74.3m、重量 2003 トンもの大型の遠距離兵器。4機のバーニアが装備されており、ソロシップやイデオンからの誘導によって動く仕組み。砲身後部から伸びる2本のエネルギーチューブを、イデオンの腹部にあるエネルギーコネクタへと接続しエネルギーチャージする。同時に連動照準器とエネルギーゲージの監視をコクピットから行う。砲身の左右にある垂直のハンドル型グリップをイデオンの両手で保持し発射する。誘導ビームが伸びていった後、発射された光の束がエネルギー転換を起こし、まさに波動となって拡散、物質を破壊する。その威力は凄まじく、射線外にいる敵機もエネルギーの余波で破壊されるほどであった。また第18話アジアンの裏切りでは、腹部のシャッターが開口し、そこからミニブラックホールと呼ばれる攻撃を披露している。ちなみにこのブラックホールエネルギーを応用した兵器がイデオンガンとイデオンソードである。今日のあのブラックホールみたいな武器があれば、私たちは無敵じゃなくって。でもイデオンの無限力とは本当にあのブラックホールのようなことを言うのでしょうか。あれは災いの武器のように思えてなりません。イデオンのスペック。分類、巨大兵器、所属、ソロシップ、開発、第6文明人、生産形態、特殊機、全高 105.0m、重量 5650トン、エンジン出力 120,000トン、 DF プラス X、 動力、イデ、核融合炉、装甲材質、イデオナイト、主な登場者、ユーキコスモ、アフタデク、ジョーダンベス、ファトムモエラ、ギジェザラル、マルスベント、イムホフカーシャ、ギャバリーテクノなど。 A メカのスペック。ソルアンバー形態、全高 16.5m、 全長 32.5m、 全幅 17.0m。 イデオデルタ形態、全高 16.0m、 全長 52.0m、 全幅 45.0m、 重量 1413トン、 縮動 AF エンジン、出力 30,000T DF、 補助駆動 CR エンジン、最高速度、大気圏内、マッハ12、主な搭乗者、ユーキコスモ、アフタデクなど。 B メカのスペック。ソルバニアー形態、全高 16.5m、 全長 36.0m、 全幅 21.0m。 イデオノバ形態、全高 19.5m、 全長 28.5m、 全幅 26.0m、 重量 1695トン、 縮動 AF エンジン、出力 36,000T DF、 補助駆動CR エンジン、最高速度、時速160キロ、主な搭乗者、ジョーダンベス、ファトムモエラ、ギジェザラル、マルスベントなど。 C メカのスペック。ソルコンバー形態、全高 18.5m、 全長 57.5m、 全幅 24.0m。 イデオバスタ形態、全高 20.0m、 全長 79.5m、 全幅 46.0m、 重量 2542トン、 縮動 AF エンジン、出力 54,000T DF、 補助駆動 CR エンジン、最高速度、大気圏内、マッハ10、主な搭乗者、イムホフカー社、ギャバリーテクノなど。イデオンの活躍。劇中での初登場は、第1話、復活のイデオンより。ソロ星へと入植した地球人が発掘した、第6文明人の遺跡として登場した。ソロ星が異星人、バッフクランの襲撃を受けた際に、成り行きでユーキコスモら子供たちが乗り込み、イデオンを起動させる。
それによりイデオンが初めて合体し、バッフクランの偵察機コポラをパンチによって撃墜した。それを見たバッフクランはイデオンを巨人と呼んだ。巨人になった。あんなメカが空中で巨人になった。異星人どもめ、俺たち脅かそうってのか。その後もコスモラ子供たちがイデオンのパイロットを務め、そのまま戦闘を繰り返すうちに操縦技術も向上し、他の大人たちを抑えて専属パイロットとなる。劇中ではバッフクラン宇宙軍のさまざまな重機動メカと激闘を繰り広げ、数千数万もの物量攻撃をもってしても対抗できない力を発揮した。特にイデオンのバリアはまさに強力で、バッフクランの度重なる猛攻に耐え続けたのはこのバリアの力が大きいと言える。イデの力が高まっている時のバリアはあらゆる攻撃を防ぎ、イデオンの肩で起きた小型核爆弾の爆発にも耐え抜き、バッフクランの最終兵器である超巨大化粒子砲ガンドロアのビームすら防いだ。しかしイデの力が弱まった時にはバリアの威力も低下するため、重機動メカの攻撃によって大損害を受けたことも。またギジェザラルがソロ星で発見した謎の粒子ドノバンによってバリアが破られたこともあった。第28話波動ガンの怒りではイデオンガンと呼ばれる兵器が登場。ソロシップの半物質エンジンルームの床に埋まっていたものをイラジョリバが発見する。当初ジョリバはエンジンの部品と勘違いしていたが、ジョリバが調べていた解析図を見たコスモがグレンキャノンと同じと発言。ちなみにイデオンガンは劇中で最大パワーで発射されたことはなく、半分以下のパワーでバッフクランの大艦隊を消滅させるほどの威力を誇った。劇中ではシーメカが合体していない状態でエネルギーが 30% 足らずのイデオンが使用した時でも第六惑星の輪を崩壊させるという、その威力は底知れずである。発動編ではイデオンソードと共に彗星を破壊、迫り来るバッフクランの大艦隊と重機動メカの大群をなぎ払い、さらには射線上にあった惑星までも撃ち抜き、その向こう側の大艦隊を全滅させた。なおバッフクランは亜空間飛行によってイデオンガンの一撃を回避しようとしたものの、通常空間から亜空間飛行中のバイラル陣が破壊されたところを見ると、事実上イデオンガンを防ぐ手段は皆無と言えるだろう。コスモ、亜空間飛行中の敵をイデオンガンで撃てるかな。何？イデのレーダーがさっきから同じサインを送ってんだ。回線を回せ。了解。ちなみに当初は波動ガンの名で呼ばれていたが、宇宙戦艦ヤマトの波動砲と被るためイデオンガンへと改められたという。第29話閃光の剣ではイデオンソードが初登場。偶然イデオンに乗っていたパイパールーがゲル結界による脳波攻撃で苦痛に泣き叫ぶ声に応える形で発言した。第33話ではエネルギー吸収生命体バンデを撃退、第35話では落下するナイトスターの衛星を破壊、第38話では惑星ステッキンスターを両断と、その威力はとどまることを知らない。発動編のラストではバッフクランの超巨大兵器ガンドロアを切り裂くものの、同時にガンドロアの一撃を至近距離で食らい相打ちとなって消滅した。ちなみにイデオンもソロシップも我々地球人の概念で考えるとデザインが洗練されていないと感じる人は多いだろう。これは建造した第六文明人の思考が地球人と違うことが起因しており、本作品の総監督である富野義行氏も、でなければこんなデザイン誰が使いますと発言している。またもともとイデオンはおもちゃ企画の一つだったらしく、当初は三段変形して合体する走る乗り物だったとのことである。以上が超巨大兵器イデオンの詳細である。当チャンネルではさまざまなアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。
最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。